皆さんこんにちは。昨年より制作が始まりましたアプリの一部紹介ビデオをご覧ください。このアプリで子どもたちが自宅で楽しんで英語学習をし、クラスでの時間をもっと有意義に使えるようになるでしょう。では見ていきましょう。ここでは子どもたちがオリジナルの王国を作ることができます。このアプリはモチベーションとゲミフィケーションの理論に基づいて構築されています。王国を築くために勉強をしてポイントを貯め、ゴールを設定することはモチベーションの向上になり、そして日々の努力が目に見てわかるようになります。またアバターに服や武器を買うこともできます。では楽しく学習をするアドベンチャーに出てみましょう。アドベンチャーはこのマップから始まります。アドベンチャーは4つのゲームで構成されており、最後には RPG バトルがあります。このアプリは最適なタイミングでレビューセッションをスケジュールし、生徒が学んだことを確実に保持できるように設計されています。楽しみにしていてくださいね。